はい、皆さんこんにちは。ブローカーのマサです。ここブローカルチャンネルは国際協力の情報を発信しているコンテンツになっております。今日はですね、国際協力の教育に関してお話しいただくために高橋さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと簡単になんですけれども、高橋さんに出身と簡単な経歴をお話しいただきたいなと思っているんですけれども、よろしいですか？あ、はい、出身は東京都です。経歴はですね、大学卒業後小学校の教員をしていて、はい、その後 JICA 海外協力隊でウガンダの方に行っていました。はい、で、ウガンダから帰ってきて島日本で働いてから、イギリスの大学院で教育と国際開発について勉強していました。はい、ありがとうございます。高橋さんとはウガンダでも実際僕もお会いしてるんで、ちょっと今回は高橋さんではなくてケニアさんっていう形でちょっと呼ばせていただこうかなと思います。はい、はい、早速なんですけれども、ケニアさん国際協力に関係するような業務にこれから携わると思うんですけど、まず最初に国際協力っていうところに興味を持ったきっかけからお伺いしたいなと思ってまして、実際何がきっかけだったんですかね？高校生の時にちょうどルワンダの紛争が起きていて、はい、で、まあ、その時に世界ではどうしてこういうことが起こってるんだろうとかっていうふうにまあ考えるが結構あって、まあ、そういう海外のことにまあ興味を持つようになりました。はい、でもう一つのきっかけは、まあ、祖父が戦争に行っていたということがありまして、まあ、そこでまあ平和についていろいろ話を聞く機会があったということもあったと思います。なるほど。じゃあ僕高校生の時に爺さんからのお話であったりだとか、そういったところも含めて、まあ、国際協力というよりは平和とかそういったところに関心を持ち始めたって感じなんですね。実際その後大学進学するときは専攻はじゃあその分野に関してですかね？国際政治学科とかに進学したんですけれども、はい、海外の問題とかについて考える学科でした。あ、そうなんですね。実際そのようなところで、はい、途上国に行ったりですとか、はい、そういったところって学科の中であるんですか？私が所属していたゼミが毎年研修旅行というのを行っていて、東南アジアとかアジアの国に行く機会が多くて、はい、3年生の時にインドネシアに行きました。あ、そうなんですね。実際インドネシアに滞在期間どれくらい？トータル2週間くらいですね。実際そこで具体的にどういったことをされてらっしゃったんですか？あ、インドネシアは開発援助機関、いわゆる国際機関ですとか、それこそ日本の JICA ですとか、はい、まあ、そういったところの機関を訪れることと、あとはその ODA の現場、実際にプロジェクトが行われている現場を見に行くというような機会もありました。ありがとうございます。実際国際協力に興味を持って大学に進学してそこの専攻をされると、で実際現場で見てみてケニアさんどう感じました？正直あまり興味が分からない。そうなんですね。やっぱプロジェクト、その橋を作ってるとか、うん、っていうことに対して肯定的というか、あ、日本はこういうのやってるんだっていうのは分かったんですけれども、うん、じゃあそこに自分が関わりたいかとかっていうのはあまり当時は考えなかったです。それはどこに興味を持たなかったのかなっていうところでちょっとしたいんですけど、私自身が興味があったのはその貧困削減とか、うんうん、今目の前でこう苦しい生活とかっていう人たちをまあどうにかしたいっていう思いが強かったので、そこの多分ギャップがあったのかなと思いますね。なるほど。草協力って広いですからね、インフラを作るっていうところもありますし、一方で貧困っていうところに対してアプローチするっていう部分もありますし、キニアさんの中では貧困っていう部分に興味を持っていたようなイメージなんですかね。はい、ありがとうございます。で、その後どこか他の国とか行かれました？実はその少し前なんですけれども、アフリカにすごく興味があったのでアフリカのタンザニアに行きました。はい、そうなんですね。実際研修に行かれたのはアジアじゃないですか。はい、アフリカに興味を持ったきっかけって何かあったんですか？貧困とかってイメージがすごくやっぱアフリカが強くて、多分それはメディアとか、まあ、映画とかの影響が強かったのかなと思います。はい、なるほど。じゃあそこで実際にアフリカに興味を持って実際タンザニアに行かれたんですよね。はい、どれぐらいの期間行かれたんですか？あ、それも2週間くらい。2週間、はい、初めてですよね、アフリカ行かれるの。はい、タンザニアの初アフリカ、初途上国、はい、初アフリカ。あ、そうなんですか。実際どうでした、タンザニアは？いや、思ってたよりは普通でしたね。まあ、多分その貧困とかの情報、映像で入ってくるイメージが強かったんですけども、うん、街は発展してますし、まあ、人々も暮らし、もちろんうまくいかないこともありましたけれども、すごく楽しかったですね。なるほど。実際やっぱアジアの国際機関に見た研修とタンザニアのその2週間でいうと、タンザニアの2週間の方が興味持ったし充実してたようなイメージですか？そうですね、タンザニアの方は一人だったので、研修旅行はゼミの同期とか仲間がいたので、まあ、ちょっとそういうところでの違いはありましたけれども、うん、タンザニアは一人だったので、その分受けるものも多かったのかなと思います。うん、なるほど。じゃあもうその後海外にも行かれてなく就職になるんですかね？4年生の時にヨーロッパの方に1年ぐらい自転車で旅行して、はいはい、あ、そうなんですね。じゃあもう大学は一旦休学されて？はい、大学休学してました。大学休学してヨーロッパに1年ぐらい行ったと。はい、それ具体的にはヨーロッパのどこの国に行かれたんですか？トルコから、はい、イスタンブールから東ヨーロッパと、はい、あとは北欧を通って、はい、西ヨーロッパ、パリで終わりました。なるほど。4カ国ぐらいです。
それちなみになんですけど、スケジュール的には航空券だけ取っておいたみたいなイメージですか？航空券は行く時と帰りと両方取りました。 あんまり決まってない旅だったので、もともと実は、まあ、当時学生ですしお金もたくさんかかるので、イギリスのワーキングホリデーのビザとか取ってて、はい、まあ、イギリスで働く予定だったんですけど、結局お金もなんとかなるし、はい、イギリスにも行かないっていう、はい、じゃあ本当に当初想定していた目的とはちょっと違った感じなんですね、はい、実際途中から目的にどういうものに変わっていきました？もともと旅行した時に自分が大学卒業してから何をやりたいかっていうのをすごく知りたくて、あんまり国際協力に興味はあったけれどもまだ決まってなかった。で、旅をしていく中で子供たちにすごく助けられる機会っていうのがあって、そこから子供に興味を持つようになりました。ああ、なるほど、そういうことですね。じゃあもともとはやっぱり何をしようかなっていうのを目的にして、まあ、ヨーロッパ行くことを検討し始めたんだけど、そこの生活の中で自分の中で教育っていうキーワードが自分がやっていきたいことだなって思い始めたって感じですかね？そうですね。で、旅行してるうちに教育、ここをまあやっていこうと決まったので、旅のゴールとか行き先とかはどうでもいいっていうか、もうあまり関係なくなっていきましたね、はい、なるほど。ちょっとケンジさんコミュニケーション能力あるからわからないですけど、普通の人だったらあんまり現地の人たちとコミュニケーションを取るってハードル高いのかなと思ったりするんですけど、どうやって子供たちとコミュニケーションを取ってたんですか？当時は英語もできなかったですし、まあ、東ヨーロッパは特にその英語はあまり皆さんできるっていう感じでもないので、片言の言葉で話したりとか、やっぱり子供がたくさんいたんですかね、うん、だから結構こう話しかけてくる子供とか、そこから少しずつ仲良くなったりというのはありました。なるほど。実際なんかヨーロッパ1年間旅されてきてすごく印象に残ったこととかってあります？国王は良かったですね。自転車走りやすいんですよね、人がいない。あと景色が綺麗、冬になったらオーロラも見れるし、夏だったらトナカイとかもいるし、自然、そういう意味では充実してましたね、この旅は。そうなんですね、まあ、やっぱ景色いいといいですね。じゃあもう実際そのヨーロッパ1年休学して自分がしたいことがちょっと定まってきたようなイメージだったんですかね、はい、で休学終わって日本戻ってきて、でその後大学卒業するわけですよね、はい、でそっからちょっとお聞きしたいんですけど、そのまま教育分野に行かれたような感じなんですかね？学部の時は教員免許が取れなかったので、はい、その後通信教育で2年間ぐらいかけて小学校の教員免許を取りました。なるほど。じゃあもう一旦国際協力に関するような専攻もしていたものの、教育っていうところをまず身につけようっていう形で、最初は国際協力っていうところにはフォーカスを置かず教育分野に行ったって感じなんですね。ちなみに通信教育とかで勉強されてる時ってお仕事とかどうされてらっしゃるんですか？仕事は大学卒業する前からアルバイトを学童施設でしていて、うん、まあ、そのままこのアルバイトをしながら通信教育に通って勉強してるみたいな、そんなイメージでした。あ、そういうことですね。じゃあもうしっかりと振り切って教育に専念し始めたって感じなんですね。はい、なるほど。で、通信教育を終えられたのが2年ぐらいですか？そうですね、2年、はい、まあ少しかかったんですけど、はい、終わりまして、で、はい、都内の学校で3年ぐらい働きました。ありがとうございます。実際その3年働いた時って子供と関わることは好きだなって思いました？そうですね、やはり子供は好きなんですけど、やっぱり小学校で働くといろんな子供が好きなだけではやっていけない、まあ、保護者対応ですって、もちろん授業もそうですし、やることがたくさんあったなという印象です。なるほど。一旦じゃあ国際協力に興味を持ったきっかけっていうところが高校生の時に持ってて、でそこから大学にヨーロッパの自転車で横断して、はい、そこで教育っていうところに魅力を感じてしまって、一旦教育の場に行くとってところで、次は JICA 海外協力隊について具体的にお話をお伺いしようかなと思ってます。ありがとうございました。